はい、ギターを始めて6日目。はい、明日が約束の、1ヶ月じゃなくって、はい、オリンピック、はい、1週間になります。明日、カントリーロードが弾けるようになってるっていうことが大前提なんですが、今日ね、上手い人のね、ギターコードの進みとかやっぱ見るようになるんですね。で、そうするとですね、間違ってるわけじゃないよ。私、ギターのテキストとか、いろんなのを見て、キーの押さえ方、勉強、確認したので、間違ってるわけじゃないんですけども、みんな G コードをね、私が思ってたのと違う握り方をしてるんですよ。そう。G コードの握り方を、こう変えるだけで、小指で、一番高い音をピッと押さえるだけで、その後のコード進行がすごくスムーズになるっていうことに気がつきました。で、それに合わせて、急遽、押さえ方を変更してます。そんなわけでね、昨日よりもズタズタなんですが、まあ、今日もやっていきたいと思います。はい。そう。いきます。最初から。カンティーローじゃなくて、ひとりぼっち、恐れずに、生きようと夢見てた、巨星の、微妙だね。まあいいでしょう。で、カントリーロードです。一挙せーの。カントリーロード。この道。こんな感じでね、キーの押さえ方一つ変えただけでも大パニックですけども、まあまあまあ、こっちの方が、確実に、安定してコードが弾けるんじゃないかと思ってます。んでですね、もう一つ今日気づいたことがあって、私、指痛くならないんですよ。みんな、すぐ指痛くなるって言うんですけども、多分ね、しっかり、力を入れて押さえてない。そう。変な音が出るのは力を指に入れてないせいじゃないかななんて思ってます。今日からもうちょっとしっかり握ろうかなと思ってるんですが、そう。うん。まあ、やってみましょう。もう一回行きます。最初から。せーの。ひとりぼっち、恐れずに、生きようと夢見てた。間違った。カンティーン。
そっか、そう、まあ、どれにも当てはまるわけじゃないけど、この時にもうこう探せればいいんだ。そう、そうね、この人差し指はもう言わないもんね。そう、カントリーロのところだけでもね。こんなわけで、今日も6日目、明日までなんとか弾けるようになるのかななんて思って、ちょっと不安に感じるんですが、指のコードをイメージしながらね、1日いるとちょっとは良くなるんじゃないかななんて思ってます。そんなわけで、明日本番、そう、本番前にもう一回動画撮るかな。本番も動画撮れるかもしれない。まあ、そんなわけで皆さん楽しみにしててください。ガッチャンでした。よし、今日の動画いかがでしたか。まあ、毎日少しずつ頑張ってるかっちゃんです。そんなわけでね、皆さんの声援が私のモチベーションです。今日も頑張ってねーと思った方、ぜひいいねボタンを押してください。こちらですよ。はい。そしてですね、チャンネル登録していただいた、いただけば、もっともっと頑張れるかなと思ってます。ぜひ、ここのチャンネル登録と、その脇にある鈴のマークも押してください。鈴のマークを押していただくとね、私のダイエット、もしくはギターとかね、他のことやってるいろんな動画がリアルタイムで皆さんの元に届きます。そのわけで、いつも全員ありがとうございます。ガッチャンでした。